古城茂之は、千葉県柏市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。現在は、読売ジャイアンツの二軍野手総合コーチ。愛称は、茂ちゃん。大の巨人ファンだった父親は、長男に、長島修行から、茂の字をもらい、茂之と名付けた。子供の頃から、キャッチボールや打撃を教えたが、本格的に野球をするのは高校に入ってからと、言いつけていた。 茂行は小学校で体操や陸上に熱中し、運動神経の良さを発揮していたが、一時こっそり少年野球チームの練習に加わったりしていた。中学では体操部に入ろうとしたが、進学した年に体操部が廃部し、代わりに野球部に入部した。また、巨人へのトレード移籍が決まった際に父親は大興奮で喜んだという。中央学院高等学校時代は、 野球部に所属。三年生の時、夏の県大会に出場したが、準決勝で成田高校2-2-3で赤敗。国士館大学時代は、東都大学野球連盟ネブリーグにおいて、3度の打率3割をマーク。50メートル5秒91の瞬速を生かし通算35盗塁を記録した。一部通算2期で、13試合に、出場、39打数10安打、打率。 256、0本類打、2打点、5盗塁。1997年、ドラフト会議で日本ハムファイターズから5位指名を受けて入団。プロ入り後は約1年間2軍生活だったが、猿渡り広しし2軍コーチとひたむきな練習に取り組んだ。1999年4月7日の西武ライオンズ2回戦で1軍公式戦初出場を果たす。 同年4月29日の福岡大英ホークス戦で初安打を記録した。打撃の成績は高い方ではないが、守備は安定しており、以降はしばしば守備固めで起用される。2003年には遊撃手としてゲーム補撮11というパシフィックリーグ対記録を作っている。2004年のアテネオリンピック期間中には、 日本代表選手として派遣された金子誠の穴を埋める活躍を見せた。2005年シーズン以降、古城と同様に守備を売りとするタイプの同期入団の飯山博士の活躍で、出場機会が激減し、シーズンの大半を二軍で過ごした。2006年のシーズン開幕直前の3月24日に、岡島秀樹との交換トレードで、サネ松一世と共に、読売ジャイアンツに移籍。 なお、着用していた背番号の例は、古城の遺跡後は、チームの方針として、決番となった。2006年6月15日の対、オリックスバファローズ戦では、遺跡後初の先発出場で、タイムリーヒットを放つなど、チームの連敗阻止に貢献し、その後も、三遊間のキーマンとして活躍した。大打成功率、得点圏打率は4割を超えた。 2007年のオープン戦では三塁手、遊撃手としての守備固めや、ダイソーの他に一塁手として先発起用された。守備に不安のある選手が多い巨人の中で期待される存在となり、日本ハム時代より出場機会がはるかに増え、内野4ポジションをすべて守り、年間無失策と好成績を残した。打率は振るわなかったが、得点圏打率は3割を超えた。 10月20日のクライマックスシリーズファイナルシリーズ第3戦で、4対2と2点ビハインドの9回裏に、無視からヒットを放った大道天領のダイソーに出るが、デーモンホリンズの浅いレフトフライで一塁から飛び出し、比類できずに閉殺を喫するという致命的な、走塁ミスを犯している。2008年は、前年同様内野4ポジションすべてを守った。内野のユーティリティプレイヤーとして一軍に定着し、 出場機会は、プロ入り後最多。ところが、得点圏打率は2割前半であった。2009年は前半戦は主に前年のレギュラーの木村拓也や寺内高行脇谷良太が起用されていたため出番が少なかったが、シーズン中盤に木村と寺内が不審に陥り、脇谷が怪我で離脱すると8番、二類手に定着。一時は得点圏打率が4割を超えるなど勝負強い。 打撃でチームに貢献。結果的に前年より出場機会は減ったものの打席数は大幅に増え、打率251日本塁打18打点の成績を残し、クライマックスシリーズ、日本シリーズでも好成績を残した。2010年は脇谷の台頭もあり、前年より少ない67試合の出場に止まる。2011年は寺内に、 内野の守備要員のポジションを奪われ、開幕一軍を逃す。8月3日の阪神戦で、同点で迎えた最終回、藤川球児から、自身初となる、サヨナラホームランを放った。この際、お立ち台で、しげるちゃんフィーバーと騒いだ。その後も、内野の先発や守備がため、左の代打として、起用を重ねた。この年の得点圏打率は、 375を記録した。2012年、2類、3類の先発や、守備固めなどで、出場機会を作るも、寺内や藤村大輔などの若手の活躍に押される、形が増えていた。2013年は、怪我に苦しみ、9月末時点での一軍出場は3試合に、とどまっていた。10月2日、今季限りでの引退を表明。翌3日、 東京ドームでのヤクルト戦の試合前に引退セレモニーが行われ、試合後に巨人ナインから背番号51日並み5回プラス大きく1回の計6回胴上げされた。10月10日、任意引退工事された。引退後はジャイアンツアカデミーでコーチになることが発表された。2014年7月、国士館大学野球部で 同級生だった野球ライターの本木昭弘との共著、プロ野球生活16年間で一度もレギュラーになれなかった男が、ジャイアンツで胴上げしてもらえた話を出版した。2015年からヒテレジータスのプロ野球解説を担当。2018年4月より、ジャイアンツのスカウトに就任した。2019年より、ジャイアンツの一軍内野守備総類コーチに就任。 勝負強い打撃と瞬足、内野全ポジションをこなすユーティリティ性が武器。現役時代は主にスーパーサブとして活躍。同僚からの人望が厚く、泥臭くも堅実なプレーでチームに欠かせない存在であった。また、自らの活躍をしげるちゃんフィーバーと称するなど明るい人柄でファンから人気を博した。巨人時代の監督を務めた原達則は、 意外性ですごいこともやるけど、大事な場面で、うっかりミスする印象も強い。綺麗に言うと、個性的だけど、悪く言えばやらかしちゃう。でも面白い選手だったと振り返っている。プロ野球生活16年間で一度もレギュラーになれなかった男が、ジャイアンツで胴上げしてもらえた話。ISBN 9兆7848億941万2448。 ありがとうございます。